なんか小さな石碑があちこちにあるけど。た！ええ、何なのかしら。多分この地方にあった精霊信仰の名残だろう。終了、先に進もう。た、た、チャンスだね。みんなで行こう。行くぞ。僕の番だな。私のマイ、戦闘終了、先に進もう。チャンスだね。みんなで行こう。え、マイ、僕の番だね。任せるがよい。行くぞ。私の番だ。うん、任せるがよい。行くぞ。続けていくよ。ドキドキした。ナイスファイト。行き止まりか。ああ、思った以上に奥深いみたいだな。難敵だな。心してかかるとしよう。
小川か。少しホッとするわね。この攻撃逃さぬ。私の番だ。行くぞ。僕の番だね。任せる。行くぞ。続けていくよ。任せてちょうだい。うん、行くぞ。前、はい、私の番だ。今だわ。付き合い。うんうん、やっぱり頼りになるわね。ソラとの援護のおかげだ。この辺りに人の気配はないようだ。強そうね。注意しないと。手強いぞ。気をつけろ。行くぞ。チャンスだ。続けていくよ。私の場合チャンスよ。付き合い。うん、だは任せる。その程度か。精進するわよ。この森どこまで続いてるのかな。かなり進んだはずだ。あと一息だろう。
逃さぬ。行くぞ。任せてちょうだい。僕の番だね。任せるがよい。行くぞ。今の続けていくよ。ざっとこんなもんね。よし、掴んだ。終点みたいだ。甘いな。それはこちらのセリフだな。あ
ークスの戦術リンクをなんとか使いこなせれば。ええ、この程度の連中なら簡単に制圧できるはずよ。ああ、行くぞ。さあ始めましょうか。行くぞ。任せてちょうだい。さてと行くぞ。グダダダ、俺の番だ。今続けていくよ。ええ、僕の番だ。行くぞ。グ行くぞ。ええ、うん、なんとか勝てたね。やれやれ、口ほどにもない連中だ。まあサラ教官の武術訓練に比べたらね。勝負はあった。投降して大市の人たちにきちんと謝罪してもらうぞ。そちらの盗難品も全て回収させてもらうわ。それと誰に頼まれたかも話してもらう必要。エリオット、どうしたの？うん、なんだか笛のような音が聞こえたような気が。あ、これって大型の獣か。巨大なヒヒ、なんて大きさ。この自然公園の主どうする、リン？さすがに彼らを放り出すわけにもいかない。みんな、なんとか撃退するぞ。承知。あ、分かったわ。女神様、どうかご加護を。相手にとって不足はない。行くぞ。我が後進の一撃。クロス。僕の番だね。みんな元気を出せ。近づ。私の番だな。砕けちゃえ。さてと、アークス駆動。それ、燃え尽きなさい。
そこだ。僕の番だね。だが、なんとか撃退できたようだ。リン、今なあ、修行の賜物さ。今まで実戦ではろくに使えなかったんだが、なんとかコツがつかめたみたいだ。そうか。やっぱりリーンはすいつもここぞという時にやってくれるものね。いや、みんなのおかげさ。今の魔獣にしたってみんなの力を合わせなければこの勝利そうね、みんなの成果か。あの野郎。これって面倒な者たちが駆けつけてきたようだな。Thank you.
ありません。ケルディックは鉄道網の中継地点でもあり、そこで起きた事件については我々そのことはご存知ですよね。そして元締めの方たちをはじめ関係者の証言から判断、こちらの学生さんたちが犯人であるか、何か異議はおありでしょうか。ならばあとは我々鉄道憲兵隊にお任せください。盗品の返却も含めて処理させていただきますので。拘束してください。国軍鉄道憲兵隊所属クレア・リーベルト大尉です。トールズ士官学院の方々ですね。調書を取りたいので少々お付き合い願います。
すがにそこまでは考えてないけどね。あ、サラ教官。やれやれ。サラさん。ええ、半年ぶり。それにしてもまさひょっとして全部お見通しだったってことかし。それは買いかぶりですよ。とある筋からの連絡を受けたのは確かですけれど。ああ、お宅の兄弟筋ね。随分とぬ。あくまで状況に対応するため。それでは皆さん、私たちはこれです。特化クラス7組、私も応援させていただきますね。あ、また寝てる。タヌキ寝入りってわけじゃないでしょうね。ふん、呼吸を見るに本当に寝ているようだが。どうやら B 班の方が散々だったみたいだからな。そちらをフォローしつつ、一日でこっちに戻って。なるほど、お疲れ様だったみたいね。いつもひょうひょうとしてるからそんな風には見えないけど。一応は我らのことを気にかけてくれているようだな。初めての特別実習、何を目的としているのかなんとなく分かってきた気がする。そうね、やっぱりアークスのテストはあくまで目的の一つ。私たちにいろいろな経験を積ませるのが目的なんでしょうね。うん、知識でしか知らなかった帝国各地や住んでいる人たち、それに今回みたいな問題について体験させるつもりじゃないかな。うん、その上で主体的に突発的な状況に対処する、そういった心構えが求められていたような気がする。ああ、そして状況を解決できる判断力や決断力、そういったものを養わせようとしているのかもしれない。半分くらいは当たりね。サラ教官。先ほどは完全に寝ている呼吸だったが。寝起きのスイッチは切り替えがいい方なのよね。
君たちの指摘通り、現地の生の情報を知っておくことは軍の士官にとっても非常に有益よ。そしていざ問題が起こった時に命令がなくても動ける判断力と決断力、問題解決能力、そうしたものを養わせるために特別実習は計画されているわ。やっぱりそうなんですか。うん、士官学校にしては画期的なカリキュラムというか。うん、それで半分ということは残りはどういう狙いなのか。あら、どうしたの？いえ、そういった理念や実習内容を改めて考えると、それってなんだか遊撃士に似ていませんか？そういえば民間人の保護を第一とする大陸各地に支部を持つ団体、支えるコテの紋章を掲げる民間の使い手たちか。最近じゃあまり見かけなくなってるけど、確かにそんな感じだったかも。ってバレたか。スピッすやすや、はあ、どこまで本気なのかしら。遊撃士か、何か関係はありそうだけど。まあいずれそのあたりも明かされる可能性は高そうだ。我らは我らで次の実習に備えておけばいい。そうだな。あら、まだ何か気になることでもあるの？いや、そうじゃない。入学して7組に入って一月が経って、考えればみんなにはずっと不義理をしていたと思ってさ。不義理？八王一刀流のことではないようだな。まあそれとは別に一つ黙っていたことがあるんだ。俺の身分についてだ。え？もしかしてあなたの家って。ああ、マキアスの問いにははぐらかす形で答えたけど、俺の身分は一応貴族になる。あ、帝国北部の山岳地ユミル。そこを治めているシュバルツァー男爵家が俺の実家になる。ユミルの、そうだったの。シュバルツァー、そうか、聞いたことがある。男爵いながら皇帝家にゆかりのある誇り高き名家だと。まさかリーンまで貴族の若様だったなんて。見ての通りそんな玉じゃないさ。父も母も気さくで堅苦しさからは縁遠いし、それに養子だから貴族の血は引いていないんだ。え？うん、あなたもいろいろ事情があるみたいね。そんな大層な事情じゃないけど、それでもみんなには黙っていられなくなったんだ。共に今回の試練をくぐり抜けた仲間として、
これからも同じ時を過ごす。7組のメンバーとして。リーン、同じ時を過ごす仲間か。まったく生真面目すぎる性格ね。その話、帰ったら他の人にもちゃんと伝えなさいよ。ああ、そのつもりさ。タイミングでアイスメイデンが現れるとは、少々段取りを狂わされたな。想定の範囲内だ。今後の計画の障害となり得る鉄道憲兵隊と情報局、その連携パターンが見えただけでも大きな成果と言えるだろう。確かに。それではこのまま計画を進めるとしようか。ああ、もちろんだ。すべてはあの男に無慈悲なる鉄槌を下すために。すべてはあの男の野望を完膚なきまで打ち砕かんために。